福ニャンさん320円素早と。ありがとうございます。マガリアニスベンチは今シーズンの何だったのか大賞候補で。他にもあるかええー、今な。シーズンだったのか大賞？何だったのか大賞で言うと、まあ、第一、曲がりゃん。グバルディオル左サイドバックどうっすか？それはさ、現在進行形じゃん。何だった？現在進行形なんだよな。今シーズン終わってもなお何だったのか大賞入れそうよ。チアゴってね。シアゴ幻の10分間。あれ マジはで奇入りそ跡うを、よ。人々は奇跡を見たからね。ついに現れた。シアゴがプレイするという。ヌニエスの三つ編み出た。あったあね。った、あっで、それた。は何だったのかというか、それは別にもう、ヌニエスのおしゃれだめっちゃ言うんだから。それは許したってくれや。何だったのか。何これっていう。アーサーなんかありますか？それ以外なんか。いやー、最近はまともになってるからな。昔は結構あったよね。何これみたいな戦術。ね、チャカパーティー、セバージョと3人で並べてね、前に出れなくなってきた。これね、中盤。過去に動画上げた気がするんだよね。三大アルツタ謎フォーメーション。それで紹介したんですけれども、一回だけその3人がね、揃った説があってね、こっちは来たで中盤3人、これでもうコントロールできるわーってなったら、誰も前に行かなかった。全員後ろでチンタラポロポロした。びっくりだったそう。ニエスとガブリエルが抱き合ってたやつだ。あれは何だったのかって別に熱かっただけでしょ。いいスポーツマンシップに乗っ取った名場面ですよ。パラシュートかまだ。あれそ確れかには今シーズン何だっ何だったとかじゃないでしょ。いじられてるだけだろ、それは。何だったのか。あのいじりブームは何だったのかね。鎌田時代がパラシュートで行くよって言ったの、まだしもね。鎌田がどうやらパラシュートで降りてくるらしい。あ、ハズキルーペ入るわ、出俺。プたレミアリーグの謎技術。何戦だっけ、あれ。ウー。あれこそアーセナル対ェスタムか。ウェスタムか。ウェスタム戦で見せた謎技術。割ってんのか割ってないのか、ハズキルーペで見てみましょう、みたいな。マジで馬鹿げてる。馬鹿げた結構よくわか謎りま技せ術。ん、みたいな。2000年代初、Windows XP みたいな。ガッピガピのガガッピガ。さあ、望遠のとこ。マジで意味わかんなかったあ、もんね。謎の技術が。あれ以外見たことないんだけど、そうなハのよ。ズキルーペ。おお、取った。ベルナルドのフリーキック。この前のやつだ。ああ、あれな、あれな、蹴ったら誰もいないで。ぶち切れっすよな。そのままスローインになるという それふざけんなって感じよな。頭抱えそう。やってしまったという。ツーさん、ありがとうございます。スタメン発表時の銀色のチェーンバス選手みたいああ、な謎でした。あれね。そうだわ。演出ね。あれも楽しかったけどね、あれね。なんか新たなプレミアリーグだ感があって。ねえ、全くもってもうやらなくなりましたけどね。うんうん。